のお名前は何？こんなところで何してるの？ここは私のお家の近くにある森だよ。あるよ。まなちゃん、一緒にお家へ行こうよ。おもちゃがたくさんあって楽しいよ。わーい、わーい。あ、ごめんなさい。嬉しくて、ついね。着いたよ。そうだよ。早く中に入ろう。パパとママはいないよ。ここは私一人だけなの。ねえねえ、そんなことよりも早くお家に入ろうよ。外は寒いし。いらっしゃい、まなちゃん。あたしのお家へ。でしょでしょ？そうだけど、二人ともいなくなっちゃったから。いいよ。だって本当のことだもん。今日はまなちゃんが来て嬉しいな。まなちゃん、ちょっとそこで待っててくれる？ちょっと用事思い出したの。すぐ戻るから待っててね。どうしたの？わっ！大丈夫？よかった。ねえねえ、あそこのお部屋に面白いものがあるんだ。人形がいっぱい置いてあるお部屋なんだよ。でしょでしょ？あ、それは私のお気に入りだよ。どうしたの？
なの？ごめんね、ちょっとここで待っててもらってもいい？私がおぶってあげるから頑張って。大丈夫大丈夫。え、もう帰りたいの？でもその怪我だと死んじゃうよ。そう、あれ？開かないよ。うわ、大丈夫？帰る前に私が傷を何とかしてあげる。大丈夫だからしっかり。ここで治療するね。ごめんね、ちょっと暑いかも。
私ってすごいでしょ。マナちゃん、今度は2階にある私の部屋行こうよ。それはないよね。この姿だけど、マナちゃんはそれだけで嫌いにならないよね。
マナちゃん帰っちゃうの？私がこの姿だった？私そうだ、マナちゃん約束した。ねえマナちゃん、ずっと通る。大丈夫、痛いのは一瞬だけだから。終わると私と一緒だよ。それでずっと。ソフトシェイクプロジェクト。